アランが影響を受けたジュール・ラニオ・アランの影響を受けたアンドレ・モーロワ・アランことエミール・オーギュスト・シャルティエはフランス帝国のルマンディ・モルターニオ・ペルシュ出身の哲学者、評論家、モラリスト。ペンネームのアランはフランス中世の詩人、作家であるアラン・シャルティエに由来する。1925年に表された幸福論で名高いが哲学者や評論家としても活動しアンリ・リベルクソンや ポール・バレリーと並んで合理的ヒューマニズムの思想は20世紀前半フランスの思想に大きな影響を与えた。体系化を嫌い、具体的なものを目の前にして語ろうとしたのがアランの手法で理性主義の立場から芸術、道徳、教育などの様々な問題を論じた。フランス文学者のクワ武ハラ・はアランの一生は 優れた教師の一生であったと言えようと評している。また、アランの弟子で、同国出身の小説家、評論家であるアンドレ・モーロアは1949年に、アランの伝記や教えをまとめた、アランの中で、アランを、現代のソクラテスと評している。1868年3月3日、フランス帝国ノルマンディ地方に生まれる。リセ・ミシュレや、エコール・ノルマル・シュペリュールに入学し、 哲学を専攻した。学生時代、哲学の面では、カントやヘーゲル、スピノザ、アリストテレス、プラトンなどの影響を受け、文学の面では、バルザックやスタンダールを好んで読み、批評の面では、サントブーブやルナン、フェルナン・ブルンティエールの影響を受けた。特に、リセミシュレで教師を務めていた、合理主義哲学の立場を取ったジュール・ラニョーの講義を受け、後々まで大きな影響を受けた。 卒業後、ポンティビア・ロリアン、ルーアンに位置するコルネイユ高等学校などの理性で教師を務めた。1909年からアンリ4世高等学校に哲学を教える教師として務めた。なお、コルネイユ高等学校の教え子に、同国出身の評論家、アンドレ・モーロワがいた。モーロワは、後に、アランの伝記、教えをまとめ、アランを1949年に出版。モーロワ、 アランによると、アランは、偉大な書物の中には必ず哲学があるとの信念に、基づき、ホメロスやバールザックの本を読ませたという記述がある。過去の偉大な哲学者たちの思想と、アラン独自の思想を絡み合わせた、哲学講義は学生に、絶大な指示を受け、レーモン・アロンや、ジョルジュ・カン・ギレム、シモーヌ・ベイユ、ジュリアン・グラックなどの作家、学者、思想家を輩出した。 ドレフィウス事件に関する文を表したのが、アラン最初のジャーナリストの経験で、求心主義的な文章を表した。アランというペンネームを持ち始めたのは、ルーアンで教師を務めていた1903年頃で、アラン名義で、ルーアンのデペイシュドルーアンがミニ週に1回、文学や美学、教育、政治に関する短いエッセイ形式のコラム、プロポを寄稿し始め、このコラムによって文明を博した。 第一次世界大戦が始まると46歳で、自ら願い出て、志願兵となり、戦争の愚劣さを体験するために好んで危険な前線に従軍した。戦争が終わり、除隊後の1921年に、戦時中体験した出来事を綴った、マルス、または裁かれた戦争を表したが、愛国者の怒りを買った。再び、案里四世高等学校に戻り、 1933年頃まで教師を務めた。また、1937年に出版された、大戦の思い出も、マルス、または裁かれた戦争と、同じく戦時中体験した出来事を綴った本である。なお、1920年に出版された、芸術論は、戦時中に倉庫が書かれた。教師を退職した後は、1951年6月2日に、亡くなるまで、 執筆活動を続けた。フランスのルベジネにて83歳で没した。1920年に表された芸術論集において芸術霊間接を否定し、芸術とは理性と意志とが素材を克服し、想像力に統制を加えることだと考えた。また、著書、遺伝においてデカルトについて、心身問題については今もなお、 デカルト以上に優れた教師は見当たらぬと評している。冒頭で書いた通り、アランは新しい哲学体系などの体系化を嫌い、過去の哲学者や思想家の優れた意見の特色を示し、人間理性の良識としての高貴さを評価した。アランの人生哲学は、プラグマティズムの思想とは異なり、よく判断することはよく、行為することであるとして人間は、 自身が強く意志することによってのみ救われるといったオプティミズムで貫かれていると考えた。ありがとうございます。